超広角レンズを使う人ですと。で、60年前にこんな写真がもう撮れてるんですよみんなと同じとこ行ってみんなと同じ機材でサイドマックスにすりゃだからポピュラーになるんだよ。性質全然回らんけどクソ楽しいなこれおはようございます。おはようございます、はい。今回ね、暗室に来たということで、はい、あの待望の暗室に来たということは、暗室に来たということは写真家、写真集を紹介する回と、はい。で今回紹介したいのはジャン・ルーシーフ、はい、うん、実はねテイク2なんですねこれ。あの前一回撮ったんですけど、はい、ちょっとこういろんな問題があって、ちょっとお蔵入りというか、まあ、ちょっとセンシティブな中身やもんな。日本で結構有名ではあるんやけど、うん、今の人知ってんのかなって思います。でも若い人はちょっと知らないかもしれないけど、結構年配の方とか写真好きな人とかは知ってる可能性が高い。日本人気高かったみたいね。そう、うん、っていうのも、ヌードを撮ってる人です。いわゆるヌードだけじゃないけど、うん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 、女性の、裸を撮ってる人なんですけど、うん、まあ、ちょっとね、なんかバラバラとめくってみましょう。はい、一発目から別にヌードじゃないのでできたら、うん、こういうのとかね。この辺はね、結構後期というか93年の98年、はい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 、結構60年代70年代とかに活躍してた人だから、超広角レンズを使う人ですと。そうやね、さっきからずっと広角な映画ばっかり出てくるね、うん、いわゆるポートレート、女性のポートレートでポートレートレンズ 85mm とかね、うん、まあ中望遠って言われるやつですよね、とか標準レンズ 50mm とか、はい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 。でよく撮られがちというか撮られてそうと思うけど、うん、そんなことないんですよっていうのがこのジャン・ルーシーフ。いける？いける。黒塗りしなくて大丈夫。いける。はい。これもだいぶセンシティブやな、この時点で。何か分からんか。AI からしたらもう何でもないんだけど。これね、こんな感じで、広角レンズで、この女性を撮ってると。広角ポートレート回でもね、ちょっと喋ってたけど、うん、広角でね近づくと歪むだとか、はいはいはい、逆に望遠の方が細く見えるから望遠使えだとか、はいはい、よく言いますけど、ね、広角でももちろんポートレート撮れるし、使い方によっては体が細く見える、長く見える、すごい効果的やったりするんですよ。効果的に使った人がジャン・ルーシーフ、うん、特に今ほど、さらにね、今広角、超広角で言っても12ミリとか14とかあったりするやんか、うん、この人もまだ21ミリが最広角みたいな、はい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 、時に撮っとるから、まあまあね、見応えあるんですよ。なんかね、いろんな人撮ってるんやけど、これとかすごい有名、イヴ・サンローラン。ああ、はいはいはい、イヴ・サンローランのポートレートとかを撮ってたりする。それも広角やね。広角やね、うん、これね、よいしょ、背中ですよね。背中のこの背骨のラインを超広角でグッと寄ってる、うん、はい、寄ることによってこの四隅とかのパースがついて、よりこう曲線が強調される。なるほどなるほど。こういう撮り方をしろよ、こういう撮り方をして広角ポートレートすんなよって言ってほしい。ああ、こっちの方が言いたいことは分かりやすいかな。この女性の体のこの S 字の曲線と、この自転車の S 字の曲線、うんうんうん、っていう対比も面白い、うん、でそこにこのね、このファッション誌だから、こういうファッションのアイテムとかね、うん、はい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 、ちゃんとこうちゃんと仕事、プロとしてもちゃんと撮ってるし、ほんまやね、うんうん、で、自分のやりたい超広角を使うっていうのもできてるし、うん、もう本当に文句つけようのない写真、見せ前に。これは防具のやつか。防具ね、こっちが、
ハーパスバザー、そうそう、うん、ボーグとハーパスバザーがあの2大ファッション誌、うんうん、アメリカのね。すごい、これが67年とか65年の写真やね。めっちゃモダンやの。60年前か、うん、めちゃめちゃモダンな写真じゃない。白黒やけどって感じじゃない、もういい、うん、60年前にこんな写真がもう撮れてるんですよ。で、令和のこの時代に超広角でポートレート撮んな、うん、なんやそれって思えへん、うん、見たことあんのかな、あの人、これいいんじゃない、あったら撮んのとか言われへん、うん、でかい顔してさ、うん、ソウルライターとか、うんうん、結構最近展示会とか日本でやったりして、うん、知ってる人増えてきてんねんけど、うん、日本では昔20年30年前は割と有名やった、うん、っていうのも、まあ、やっぱヌード撮ってるから、うんね、ヌードってこう求心力あるじゃないですか、うん、だけど、アメリカとかではただ単にエッチな写真を撮る作家さんやと思われてて、はい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 、あの亡くなってからソウルライターと一緒やんけど、うん、評価されだした人、うん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 、で亡くなってから広角のね、こういう写真を見て広角の使い方うまないってみんななって再評価されて、再評価されてきてる、はいはい、で一定のその仕事のカメラマンではあってんけど、うん、その作家性みたいなあんまり重視されてなかった、没後に有名になってきたんやけど、うん、これとか2010年やねんけど、もう一回ね、あの改めて俺まだその写真展行ったことないから、はい、やるんやったらやってほしいんやけど、ね、ご暗室で喋ることになってから作家を追うって楽しいなと思って、やろ、うん、うん、まあすでに亡くなってる人でもさ、こう遡って追っかけていったりするとさ、うんうんうん、バックストーリーとか聞くとこの写真はこういう意味やったんかみたいな再確認できるという。若干話ずれるけど、写真でやっぱこの見てわかるとかキャプションで説明したら負けみたいなとか、うん、若干ある気がすんねんか。あるかな。あるかな。だってまるまるはバツバツだった構文とかあるやん、うん、キャプションありきやん。俺は負けてると思う。でもなんかこのその人の思想みたいなんとかね、うんうんうん、ほんまにやりたいことみたいなんてその人が最初期から出してきたやつを順番に追っかけていったりとか、うんうん、どういう人生歩んできたんかみたいなところとかも知るとより理解が深まるところがあって、うんうん、で、まるまるはバツバツだった構文はもうマジでそれで終わるやんか。そういろいろ知っていくと、うん、興味ない分野でもあ面白いなって思えるようになる、うん、バックボーン知ってるのと知らんのって全然写真の見え方変わってくる、うんうん、これから写真をやっていこうと思うならね、なおさら、うんうん、その見るのを楽し見る線やったら別にいいと思うね、うん、綺麗な写真いっぱい見たいでいいと思うんだけど、はい、写真を表現これからしていきたいと思うんやったら、うん、みんな同じところからカメラ構えてさ、うん、同じ色味でさ、うん、同じレンズ使ってさ、うん、同じシャッタースピードで撮ってそれをちょっとキャプションキャプション変えて出したりするわけやんか、はいはい、いいのそれでって思うよ。ヌードとかも撮ってる人も山ほどおるけど、うん、シーフみたいな撮り方してる人ってシーフ以外俺知らんもん。まあ我々が不勉強なだけかもしれんけど、うんうんうん、この不勉強な我々にこう名前が入ってこない、うん、作品が 見えてこないであろう人たちっていっぱいいるよね、うん、自分の独自性みたいなもっと追求していって、うん、実況するためには過去にどんなものがあったんかなとか、うん、過去の作家さんどんなんやったんや、うん、どんなん撮ってたんやろ、うん、って調べるのはすごい有用やと思うんやけど、はいはい、なんやろ、みんなしたくないんかな。ちょ、別に興味ないんじゃない。見れば見るだけプラスになると思うんやけど、うん、そうね、そう思う。彼らが興味あるものってやっぱり流行やと思いますよ。あー、流行ね、ポピュリズムみたいなところだと思いますよ。うん、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 ポピュラーであることが正義なんで、だからこういうもうレガシーなあるいはマイナーなところには興味がないんだと思いますよ。ポピュラーでないから、ポピュラーではないから。
あるいはこう、これを模倣したりとか、うん、あるいはこの、これにこう、アンチで、いやいやいや、やっぱり望遠でしょ、みたいな、うん、やったところで、がポピュラーにはなれないんで。みんなもっと真似したらいいのに。ただ、あのね、真似しようと思ってもできひんところあると思う。広角でポートレートめちゃめちゃセンスいると思う。そうやな。これメソッドじゃ解決できひんセンスがいると思うから、うん、そういう意味で真似しづらいがゆえにポピュラーにもなれへんかったんじゃない。なるほど。さっきの例で言うと、みんなと同じとこ行ってみんなと同じ機材でサイドマックスにすりゃ、まあみんなと同じもの出てくるって話やんか。簡単やん。簡単やな。だからポピュラーになれんね。なるほど。でも今でこそね、この当時、はい、その21ミリが最広角でしたみたいなのがあって、うん、で F 値もねちょっと高めで、うんうんうん、どうとってもパンフォーカスになっちゃうみたいなのがあったんかもしれんけど、うん、今でもっとねこう技術が発達してきてさ、はい、もっと広くでもっとピント薄く、うん、っていうレンズがいっぱい出てきてるわけやんか、うん、レンズ性能とか、うん、フルに使った超広角のこうグッとくる写真見てみたいよね。見てみたいな。俺らがやるって話じゃない。そう。もうそうじゃないんやって思って、そうじゃないんやと思ってこう言葉に詰まってしまったが、でもこの作家さん、はい、MC フ、まあスーさんから俺教えてもらったというか、うん、知ってるみたいなね、こう起点がきっかけで知ったんだけど。なんか物撮りもしてるんやんな。こあったっけ。あ、まあ、こういうのとかかな。これ風景か。こ、うん、こにある。あったね。こっちにあったね。うん、あ、これね。ああ、はいはいはい。で、こういうのもやっぱりこうちょっと職人技感じるやんか。そうやね。これも結構広角でグッと寄ってね。うん。うまって思うねんけど。うん、で見つけたんがこれ。ワインの香り。ジャンルシフワインの香り。ネットで買ってんけど、うん、これジャンルーシーフワインの香りとしか書いてなくって、卓上のねヨーロッパの卓上なんかこう物撮りしたんかなって思うよね。うん。で、あのこの表紙っていうか書影って言うんだけど、うん、書影のこのサムネとかもなくって、はいはい、うん、この J シーフワインの香りとしか書いてない。おお、ジャンルーシーフで間違いないわ。ワインの香りって言ってた、このワインの、うん、物撮りやろうと思って買ったら、ザ・ベスト・ヌードス。物撮りの写真一枚も入ってなかった。あの、表紙がさ、ま、うん、とにワインボトルに見えへん、これ。お俺、目悪いから見えるな。うん。まあ、よくよく見た手とかあるし、人体やねんけど。うん、お、ヌード、ベストなんや、しかもな。そう。これもシリーズ本になってて、まあ、まあお品書き的にはこうこんな感じで出した方がいい？出そう。よいしょ。はい。こう、アンドレド・デューネズ、ピーター・バッシュ、ジャン・ルイ・ミッシェル、ルシアン・クレイグ。もうここまで聞いたけど知らんな。うん。イリーナ・イオネスコ。これジャス好きなやつやな。まあ、好きっちゃ好きかな。うん。が、カリン・シェケシ、イド・マンゴールド、シバ・オールソン、ダイナ。ちょっと知らん。いや、その、すごい有名な人なんかもしれんけど。まあ、我々が不勉強なところも否めないが、そうそうそう、ちょっと微妙にマイナーなとこついてくると思うねんな。うん、まあ、イオネスコとかも、俺が知ってる限りメジャーではないんちゃうかな。はい、ヌードの写真家たちがここに並んでるわけね、うん、で、これが、第5巻ですね、うんうん、で6巻こんな感じの、オット、リーダー、パウロの辺りで、でその後こんな人写真家たちもこうちょっと考えてますよ予定してますよみたいなのがこうデイビッド・ハルミトン、うん、ハミルトンとか何だっけ、ヘルムート・ニュートン、そうヘルムート、うん、ニュートン、この辺はなんかちょっと知ってる。はいはいはい。うん。まあ、微妙にマイナーな人たちが。うん。だから世界のヌード写真家を集めてみましたってシリーズ、うん、ですね。の中でも、ここね、ちょっとこう、各巻でこう2人ずつとかね、
僕では3人とかなんやけど、ほんまやな、これ1人やね。あ、すごいな、すごいな、そのヌード写真集シリーズで、うん、1,2,3,4,5,6、うん、あって3人立ての時もあれば2人立てがほぼやのに、まあね、ワインの香り、ジェシーフについては1人すごっ。ジャルシーフってそんなちょっと微妙に扱い違う気はする。あ、編集してるのは日本人か。そう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 、やっぱりその日本人気が高かったっていうのはあるんじゃないかね。うん、なるほどね。まあさっき言ってた通り、こう広角でね、うん、そうやね、広角パースを生かしたというか、あんまりめっちゃ酔ってるってわけではないけど、うん、広角の使い方でちょっとこう騙された気持ちになったけど、うん、結果よかった、勝ってよかったな。物撮りじゃなくてもよかったな、よかったなと思う、うんうん、こういうシリーズがあるんだっていう知れたことも大きかった。これきっかけで結局あのイリナ・イオネスコのこのシリーズ買ってるし。あ、そうなんや、うん、またその話のことをしたいなと思うけど、うん、これめっちゃ楽しない？作家の写真集語るの楽しい、再生数全然回らんけどクソ楽しいなこれ。多分な、あの紹介してる作家さん基本マイナー。確かに今さらみんな YouTube で調べへん。ソウルライターだけちょっと高い。今多分日本の写真やってる人たちでサリーマン検索してる人ほぼいいヒント。これからもね、アンシスシリーズは小ユーロさんでいこうと、うん、いいね、もうちょっとそもそも俺がこれやりたかってこのでも絶対回るの分かってたし、うん、だからこのエンさんなりスーさんが育ててくれたチャンネルで機材の紹介俺らあんませへんけどさ、うん、まあ、小ユーロさんで俺いいと思う、うん、言いたい放題、うん、俺すごい勉強になるしな、横で聞いてて。あ、そう。ちょっと今後もね、やっていきましょう。はい、やっていきましょう、はいはい、で今回はジャンルシーフ、ちょっとね、ジャンルシーフの字だけ覚えて書いてください。ジャンルシーフ、ジャンルプシーフ、うん、そうやな。ちょ、俺さ、結構最近までジャンルシーフやと思ってた。わかる。ジャンだけっぽいもんな。ジャンの名前、うん、ファーストネームっぽいもんね。ぽいやん、うん、そう。ジャンルーなんですよ。ジャンルー。シーフさんっていうのジャンルーか。その日本で人気やったから結構出回ってる古本も、うんうんうん。だから探したらいっぱい出てくるんで探してみてください。はい。はい、では。はい。お疲れ様です。お疲れ様です。